ビルヘルム・ロイブナーはオーストリアの指揮者、ウィーンに生まれる。ウィーン音楽アカデミーでフランツ・シュミット、クレメンス・クラウスにピアノ、作曲、指揮の面で指示した。また他の教授からホルンとフルートを学んでいる。卒業後はウィーン国立歌劇場でプロンプターに就任する一方、1931年。 声学教授トウィーン国立歌劇場を副指揮者として、シュクラウスをはじめ、ブルーノ・ワルター、アルトゥーロ・トスカニーニラ巨匠たちの助手として、重要な働きをした。1937年、同歌劇場第一指揮者に就任する。1940年代半ば、トーン・キュンストラー管弦楽団主席指揮者となる。1957年から1959年、 ジョゼフ・ローゼンストックの後任として NHK 公共楽団上指揮者に就任する。帰国後、ウィーン国立歌劇場に出演するなどしたが、病気がちだったとも言われ、62歳でウィーンに没した。厳しいローゼンストックの後任ということで学院がどういう指揮者なのか、と様子を伺っていたところ、ローゼンストックのように締め付けるような練習スタイルとは打って変わって、 楽しく練習しましょう的な練習スタイルだったため一、安心したというエピソードもあるだった。また、富山雄造によれば非常に涙もろい人物だったようであり、定期公演でグスタフ・マーラーの大地の歌を指揮している途中で演奏とソリストに感動して涙したという話も残っている。絵の今時代には同楽団の定期演奏会が400回を迎えたため、 400回定期と、その前後を、いわゆる、ドイツ音楽三大 B の音楽で構成する、プログラムを編成した。N 教には、常任を離れた後の1963年暮れから1964年1月にも、来園し、第9公演や、ヨハン・シュトラウス2世のコウモリ全曲を指揮している。なお、第9公演なども含め、ソプラの歌詞を必要とするプログラムでは、 夫人デディタ・クルベローバの師である、ソプラノ歌手、ルテル・デベッシュと多くの夫妻共演をしている。レパートリーとしては、ドイツ音楽三大 B がメインとなっていたが、N 教授を任就任後はそれらをメインに据えつつ、現代音楽に至るまでの幅広いプログラムを組み、それは同時に N 教自身のレパートリー拡大にもつながった。録音には興味がなかった可能性もあるが、あまり恵まれなかった。 バラの騎士のワルツ州や東京放送合唱団を指揮したものがあるほか、ミシェル・オー・クレールの伴奏を務めたレコードや、戦前のウィーン国立歌劇場でのライブの断片が残されている。映像は、N 京都の初共演となった、田園やベッシュと共演したモーツァルトのエクスルターテ・ユ指輪ーテの映像が残されている。ありがとうございます。